その結果左に体重乗らないから右につま先に体重乗ったままスピンアウトしたまま明治の大砲みたいな感じになるっていうのが、まあ、基本的な体的な問題から起きるその問題点なんですよね。でどうやって直すか、うん、はい、どうやって直せばいいの？なんかこう普通のね、ゴルフのあのインストラクション指導だったら、例えばね、うん、今朝ちょうどレッスンしたアメリカ人がいたんだけど、俺のコーチはこう言ったんだって、こうフィニッシュを取って俺は体重がこっちに残っちゃうんだ、だからこっちに体重を乗っけてトントンってやれってみたいなことを言ってて、はいはいはい、あそうみたいな感じだったんだけど、そう、まあその多分その問題点の見方として、じゃあこういう風になってる人がいましたと、で右足に体重残っちゃってます、だから問題点として、あ左足に体重が乗ってないからいけないんだよね、だったらトントンすれば強引にこう左側に乗ってくるよねっていう話なんですけど、うん、それができる人ならいいんですよ、まあ、要するにこうスイング中にちゃんと左足に乗ってきます、でその結果左に乗ってこっちにトントントンってできるって人だったらいいんですけど、じゃあそれができる人だったら多分そこまで苦労してないような気もするんですよね。要するに。そうで。結局じゃあこうなってるの自分でも分かってます。で、左側にゲリープレイヤーみたいにこう行きたいんです。で、それを分かっててやってできる人だったらもう多分できてるという話なんですよね。それでもできないから何が問題なのっていう話じゃないですか。うん、なんで、そこまで来ると、まあ前も言ったと思うんですけど、ゴルフスイング中に教えられて治ることと、うん、いや体の土台から直さないとそれ治らないよねっていうことの2つに分かれると思うんですけど、スイング中に直せることだったら直せばいいじゃん、ゲイリープレイヤーみたいに一歩前出ようねで多分成り立つし、そのトントンすればあ左側乗ってるよねっていう話じゃないですか。でそれで治ってんだったら多分みんなレッスン受けてないと思うあ自分であそっかっていうだけの話なので、うん、だそれができない、じゃあ理由を探さないといけないし、じゃあそれがなんで体的にできないかっていう話をちゃんと伝えてあげないと、これを無理にじゃあトントンしてれば多分どんどん何やってるかこっから無理にこうやってトントンしてるんで、結局最終的にこういう変なスイングになってたりとか、うん、まあ、ちゃんとしたこう進展動作ができなかったりとか、していくんで、股関節痛めたりとかも含めてですね、まあ、ちなみにさっき言ったアメリカ人の人に関してはそれを達成しているために他全部ぶっ壊れるっていうスイングのね、うん、問題点他全部出てきちゃってるけどどうすんのみたいな感じになってたから、ね、結局、うん、トントンして左足、まあ要はこの形にはなってないけど他のゴルフの成立、ゴルフスイングにおける、うん、なんか整合性取れないねみたいな感じになっちゃってるから、やっぱりそこは問題解決にはならんねっていうことだよね。そうね、そこだけをやっていけばいいけど、うん、じゃあそれをやるためにただのね犠牲が、それとも、ね、こういう風に突っ込みってこうやってるのもできるわけだし、うん、いろんなところ崩しながらそこれだけをやれてたら誰でもできるわけなんだけど、じゃあそのスイングの中でちゃんとそのレッスン意図しているレッスンのようにできてるかって多分ほとんどの人はできないっていうのが状況かなっていうのが、まあ僕が見てて思うところかなっていう感じですね。なるほど。じゃあ今回もこんな感じで解決しなかったっていうのでいいの？解決しなかったお話ですからね今回も。なんかないの？なんかないの？うん、まあ薄々感じてるけどないよね簡単じゃないですと。でこれも、うん、前も、まあ、常に解決しないチャンネルなんで解決しないんですけどじゃあ単純に右足の内旋の可動域があればいいのか、左足の内旋外旋の可動域があればいいのかっていうことでもないんですよ、うん、ちゃんとこう体重移動ができるかどうかってもっと深い話なんですよ。単純にこう右足に体重かけて左足に体重かけてって意外といろんな人できてないんですよ、うん、だからよくパターンパターン板とか使ってたりとかするんですけど、ね、あれはすごいいい運動だと思うんですけど、あれをちゃんとできる人って、でパターンパターンの中でちゃんと動作ができてる人ってすごく少ないんですよね。あれすごく難しい動作なんですよ。だからああいうところからちゃんと始めて可動域もう含めてなんですけど、そういったこうちゃんとこう軸はまっすぐにしたまま左足右足のこの圧のかけ方がちゃんとできてるよっていう運動を覚えてった上で、そうしたこう左右左っていう体重移動のゴルフのスイングを覚えていくっていう作業をしていかないと本当はいけない、うん、
っていうのが今回の解決策です。よくわかった。すげえよかった。解決にならない解決策みたいなね。うん、いや、合ってんなっていうのは分かる。でもこれ本当なくて、うん、解決策って、うん、じゃあそういうところを無視して、じゃあなんかこう可動域とか、じゃあ右に飛んで左飛んでとか、やっててもほぼ意味がないんですよ。なんでかって言ったら、ちゃんとした土台がないのにそれ以上のこととか、ゴルフスイングっていうのは、ね、すごい複雑な動きなので、そこにパッと落とし込むことっていうのはほぼ不可能だと、うんうん、だからそのステップステップでちゃんと踏んでってあげて、あ、まず右左の体重移動できるよね、当たり前のことじゃないですか、うん、当たり前のことができてない、どんだけの人ができてないかっていう話なんですけど、でその次にちゃんと右左体重できてるよね、前後の体重移動ができてるよね、で初めてそこからローテーションの体重移動ができてるよね、で初めてスイング中にこう右左の体重移動ができてるよっていうステップがあるにもかかわらず、じゃあトントンすればいいとかいうのは、まあそれでできる人だったらいいかなと思うんですけど、まあ、僕の経験上9割以上の人はできないよねっていう話ですね、うんうんうん、へい、はい。はい、というわけで、はい、今回の動画も以上です。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。